北白川地蔵谷町付近二条通り付近、古川町橋白川は、滋賀県大津市及び、京都府京都市を流れる淀川水系一級河川、鴨川支流の一級河川である。流域のほとんどは、京都市東山区及び、左京区に属している。滋賀県と京都府との境界付近に連なる東山の、 山々の内平山と匂いヶ岳の間に位置する、滋賀県大津市山中町の山麓に源を、発し、西へ流れ、京都府京都市左京区に入る。吉田山北東部の獅子型に付近では南西に転じ、輪郭寺前で、琵琶湖疎水分線と、立体的に交差し、南禅寺の西側で、琵琶湖疎水に合流し流路を共有する。その後、西行し、平安神宮へと続く。 神宮道の西で、琵琶湖疎水と分かれ、東山区に入り地温院の西側を流れ、市場通りの北側で、鴨川に合流する。また、琵琶湖疎水分線の上流に、白川放水路の流入口があり、洪水時には、洪水流が、この白川放水路に流入し、今出川通りの下に設置された、白川放水路を経て、工人橋上流の放流口を経て一級河川。 鴨川に放流される。流域一体が河口岩を含む歴史砂層で構成されており、川が白車に敷き詰められているようである様から命名されたと言われている。白川の上流域は河口岩自体で昔から多くの河口岩の採石場があり、北白川にはかつては多くの石膏がいたとされ、白川沿いには北白川天神宮参道橋、 古川町橋、地温院山道橋、山戸橋などの古い石橋が数多く残っている。古来からの流れは、三条通りの北側一丁ほどの場所を東から西の鴨川に向かって流れて交流するという現在の東山、左京両区の境界付近を流れていたと推定されているが、江戸時代初期の女王二年作成の 深海落葉波落外の図の段階ではその流れは消滅しており、現在の白川は、もともとは、支流の経路であったと考えられている。1890年に、琵琶湖疎水が完成したことより、途中、琵琶湖疎水と流路が共用する区間があり、白川は、源流から南禅寺の西側で、琵琶湖疎水と合流する上流部分と、 神宮道の西で、二王門通に架かる、喜び流橋付近から、琵琶湖疎水と分かれ、鴨川に合流する、下流部分に分けられる。1958年に、二王門通りのすぐ下流側に、自動プールが作られた。夏場のみ川をせき止めて、プールとしたが、水質の劣化により使われなくなった。この自動プールの周辺は両岸とも自動車の乗り入れが、規制されている。 少し下流側に、竹中製爆傷水車水路跡がある。水車を使っていた工場はすでに撤去されているが、水車を回すために、白川に並行して作られた水路が残っている。山城名称氏によると、白川流域は、白川と称して、北側を北白川、南側を南白川、下白川としていた。古くは、南白川のみが、 白川であったが、後には、北、白川を含めるようになった。江戸時代には逆に、北、白川のみが、白川村とされ、その後成立した京都府あた郡白川村も北、白川部分のみのまま引き継がれる。現在では、北白川は、京区北白川、南白川は、道区岡崎とその周辺地域に該当する。ありがとうございます。